醤油の匂いがする今日は私は今照り焼き丼を作りましたうん、鶏肉がめちゃめちゃあったんでね、なぜか。いや、照り焼き丼を作りました。こんばんは。しかもこの白い服で普通にアホな人。そうだからここにタレがつきました。悲しいね。こんばんは今日はとある事情がありまして早めに配信しておりますこんばんは。うん、早めに始めて早めに終わります。こんばんは。7時までやります。ご飯を食べてもうお風呂に入って準備をしてって感じで楽しみです楽しみでーす。レアですねこの時間でも普通にやばかった今日は。ジム行ってきます。おう、夜行性ハートありがとうございます。今日は何もなかったんですが、そう、もう11時ぐらいかなと思って時間見たらもう4時ぐらいでからってなりました。ギフトありがとう。夜勤間に合います。夜勤だぞ。大変だ。頑張って。そう、時計見たら4時で焦って何もしとらん今日はってなって、とりあえず照り焼き丼を作った夜ご飯なんでもう熱々、手が熱々。こんばんは寝てはない。起きてました。ずっと起きてた。アリコンの瀬取りは考えました。待って、もう一個やらんといけんことがあった。今思い出した終わったあとこの後やればいいか。こんばんは。あ、待って、いろいろなんか時間がおかしいな、わし。待って。ソラハに言った時間間違えたな。まあいいか。7時まで配信するでしょ？そっからなんかいろいろごにゃごにゃしてたら、無理やんな。8時にソラハのお家行くねーって言っちゃったけど、無理やん。変更おかしいな。白い服、秒で汚した。私も汚したよこれ。だってエプロンもつけずにこの状態で照り焼き丼作ったもん。こうやって本当にアホ以外の何者でもない人間、峰吉アリサです
でもここの見えてるとこは全然綺麗。こんばんは。照り焼き丼味は美味しい。そう、見た目はね、あのちょっと焦げたけど味は美味しい、間違いない。今日の9時は MV や。ほんまやん、ほんまやわ、ほんまやんけこれかMV ですね今日は。ついにドラマミュージックビデオとは別というか MV が公開です。本日の9時、楽しみだ。見てくださいませ。インスタグラムやってますインスタグラムやってます。みにおしありさっていう名前で見てね。ほんまやんけ。あ、そう、発売まで、そう、見てくれました？公式のカウントダウンしてるんですけど、公式インスタグラムが、カリ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 、公式インスタグラムが発売まで。じゃじゃーん、こちらのやつ見てねあと6日、あと6日なんだね、発売まで。早い、発売まであと6日。これをなんだ、自分のあれにしなきゃだよね。わーい、あ、違う、なん、どうやって乗せよう。フォローさせていただきました、ありがとう。じゃあ今からストーリー乗せるのでフォローしてくれてすぐにストーリー乗せるので見てください。お花あと6日、あと6日って8日のことだと思ってた。あいさ、自分で6って書いときながら、だからさ、みちゅだったかな、あと9日ってみちゅが言ってたじゃん。だから、ああ自分だ、明日自分だって思ってた。全然違ったフフ6でしたね。オッケー、私のストーリーにも載せました、見てね。あと6日、卵ありがとう。卵、あ、そう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 、見てくれた人おるんや。あれしれっとね、載せてるのがあってね、私このスタジオの TikTok、 なんか TikTok もさ、ストーリー機能がありまして、そう、でもさ、別に分かりにくいじゃんこれ。ストーリー機能があって、あざといさあ
って寝ようってあげる。音でか。待ってビビる。そう、 TikTok のストーリーにね、しれっと載せてたの。これ見てくれてる人いると思って、このロリチャビ普通に投稿に載せようかと思ってたんですけど、別に投稿に載せるほどでもないなって思ってたんですよ。そう、ここのね、ここの毎日投稿にするほどでもないなと思っててね。でもボツにするにはもう可愛すぎるからどうしようと思ってたら、なんかストーリー機能があって、24時間で消えるんかな、分からんけど、可愛すぎるチャビーくんを、ロニチャビ様を乗せました。かわいない、あざとい、あざとい。カメラ向けたらこっちまで歩いてきたの、やばい、やばいよね。これとロニーをストーリーに載せました。これ見てくれてる人いるんや、気づいてくれた、すごいね、さすがだよ。でもこのストーリーをさ、どうやってさ、なんかストーリー載せましたとかやるかわからんのよね。ないないんだ。チャビーすごいよね。チャビーはもうやばいよ。わかってる、あざといー、あざといー。あざとい。24時間で消えるんか。じゃチャビーのやつもう18時間前だから、あと6時間ぐらいで消えちゃうわ。見てねパパが、そうパパが映り込んでてね、あれ隠すの別に隠さんでいいかと思ってもめんどくさいってなってパパちょうどいいストーリー機能があったから、ロニチャビで試してみた。見てねー。卵、だるま、ハート、ありがとう。じゃがりご、ほんとじゃがりご、じゃがりご、あれね、2個あったじゃないですか、チーズと、こっちはなんだった、あ、これこれこれ、九州醤油味、2個あるやん。これね、アリサチーズの方しか作ってなかったんよ。そう、九州醤油のやつは、そう、あの2個同時に作ったらあれかなと思って、チーズの方しか作っとらんでね、九州醤油のやつは冷蔵庫に保管してたの、避けるチーズを乗せるまでやって、そしたら消えたの次の日。え次の日の朝にでもやってもう一回やろうと思ったら消えてた。悲しい、怪奇現象です、怪奇現象すぎる。朝冷蔵庫開けたらなかった誰だい、誰だよ。パパかな、わし、お前かよ、お前か。そう、驚いた。でもチーズの方が美味しいってみんな言うけど、チーズが一番美味しいみたいな言うけど、九州醤油とか絶対美味しかったやん。ひどい、ひどすぎる
いちご飴、いちご飴は作らない。いちご飴は買ったんが早いそれはそう、全部そう。いちご飴はねやばいですよ本当に。お砂糖を使う量もやばいし、その飴ベトベトになったフライパンか なんかを洗うのがマジでめんどくさい。あれいちご飴家でやるの気をつけてください本当に。まあ私は絶対にやらないよ人の家だったらやるけどいちご飴やろうやって言いに行くけど、自分家ではやんないよ。こんばんは。砂糖固まったよね。そう本当にやばい。あれはじゃがりご、じゃがりご作ってふふ料理配信嬉しい。料理ねめっちゃ手際早いよね。うん、今日は究極の照り焼き丼を作りました。鶏肉がいっぱい、鶏肉がなんか謎にいっぱいあったから、何に使おうかして買ったんか知らんが冷蔵庫見たら鶏肉だらけだったので、今ねお肉を焼きました。だからもうご飯も炊いてお肉を焼いたとこまでやったから、上にボーン乗せてネギをチョンってやって、あ、海苔、海苔、海苔いるよね。刻み海苔を、海苔を切って、刻んだ海苔とかないけん、ペーッとかけて卵をチュッってやったらオッケーって感じじゃない。親子丼ね、親子丼もいいね。親子丼は作ったことないや、できるかにゃギフトありがとう。タンタン、キャラメルマシュマロ、いちご飴、それ全部かわいい女の子だもん。 ER 算数めっちゃ出てくる最近おすすめに。それねめっちゃなんかループする、頭の中 ER 算数、 ER 算数、完成、スター性、ミスタルタンテー、うん、おそ松さんの歌でしょおそ松さんの歌らしい。 ER 算数ね取ろうかしてる。でも楽しみにしてて、私はあのどうにかして、どうにかせんでも多分やってくれるけど、あ、中国語なん、そう、なんか聞いたことあるだなとは思った。 ER 算数、にゃんちょにゃんちょみたいなそう、どうにかしてね TikTok にマネネさんを出したいんですよ私は。そう、それをバズらせてほしいなと思って、皆様には ER 算数、 ER 算数、完成、スタセイーアルタス、イーアルタス、完成、スタセ、なんとかなんとか。そう、マネネさんを踊らせて、私も動画に撮ってあげたいと思いますので、お楽しみに。いつできるかわからん。ER 算数一緒に取ってって言ってるんだけどね。そう、取れる機会3回ぐらいあったのに逃したい。本当に本当にブリッジのやつブリッジのやつね、もっと見てくださいみんな。 TikTok いっぱい見て欲しいですね。
ンバ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 ン。今日は何あげよう。今日は何あげよう。あとはモーニングルーティーンとかも撮ってます。あるよ、ナイトルーティーン、毎日メイクとか撮りました。分からんけどね。君がるちゃんハートありがとう。みょん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ハート投げました、ありがとうございます。今日は何してたんでしょうね。私は何してたんでしょう。アリコンの瀬取りは考えつきました。アリコンの瀬取りは OK と、毎日メイク TikTok を撮ったのと、あとはもう YouTube 見てた。YouTube 見てました。ドラムもしてました。そしたらね、多分ドラムしてる間だと思うんですけどね、宅配便がね来たのにも気づかずにね、やっててね、宅配便3件ぐらいね、何出てなかったわし。やばいよね。かわいい、ジージーありがとう。置き手紙みたいな置いてくやん。出なかったら、不在だったらさ、その手紙みたいなのが入ってた。3人ぐらいの宅配便の人出なかった。日本の平和そうね、本日も日本の平和を守ってました。何不在表そう、それ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 ですよ。うわボム注文した、ありがとうございます。明日発売です、ボムさん明日発売です。みんな注文してくれたかな。明日です。こんばんは、こんばんは、こんばんばんばん。ボムさんね、期待しちゃう。ああ、ボムさん、ボムさんはちょっとエッチいよね。でも今回はリッセンちゃんとだったのでね、そう、子供やと思われてるか分からんけど、そこまでそこまでです。前回の三姉妹、広島三姉妹ほどではなかったな。
ビニ、コンビニにあるっけないでしょコンビニにあるっけ、わかんない。本屋さん、本屋さんじゃねえかね。コンビニにあるんだ、ワンチャン、ワンチャンあるらしい。ワンちゃん、ワンちゃん、ワン、ワン、なんだっけ、ワンチャンス、ワンチャンス、かなわないだ、ワンチャンス、ワンチャンス、夢でも、ワンチャンス。5月号、5月号です。ポムさん、5月号。確かに5月号がもう出るって早いね。めっちゃ早め。ワンチャンス。ボム予約しました、ありがとう。みんな嬉しい、嬉しいだ嬉しいんだ。ボムさんのオフショットね、まだ出してない。あのなんだっけ、なんかのポストカードのあれで出てたさ、制服じゃないバージョンの写真のね、オフショットはまだ出してなかったので、出していきたいと思います。ランダムなんや、なるほど、なるほどなるほど、こんばんは。ランダム、アリス戦か、あれだよね、トライアングルセンター3人かってこと。そう、どうしようかな、迷う。めっちゃ激近写真撮られた激近写真、激近すぎない？撮影してるところとかもあるけど、写真、これ私のカメラのやつかな、激近これツイッターにあげるのはちょっと恥ずかしいんで、メールに送りますね激近痛い。画質をアップさせてもらいたいな。確かに。でも私自分のメールが戻ってこないからさ、戻ってくるというか送ったメールをさ見るのができんからさそうなのよ。だからどんぐらい、何、どんぐらいガサガサ、ガサガサ画質、誰が映っとるか分かるぐらいの画質ですか。ガサぐガサぐらいか。そうやから見てないんだよね、だよね。自分のメールを取ってる自腹で、え、そらやばい
そらやばいですわ。かわいい、ありがとう。自分のメールに300円ぐらいよね。わ、嫌やね。私はサイピーさんとか撮ってたよ、 NMB さん。そう、サイピーさんとかあかりんさんとかゆかちゃんとかメール見てたけど、もうない、もうない。アイス三角は確かにママが撮ってるね。ママは私のも撮ってるし、そう、違う STU メンバーのも撮ってるらしいけど、うんうん、なんでそんな確認したんやろね、親っていう人物は。メールで何を送ってるとか、ショールームはね何を喋ってるとか、そんなに確認するんだろうね。自分の名前自分で書いてくる気は確かに確かに、なんとかさーんってやったら確かに。こんばんは。うわ、間違えた。こんばんは。ちくたティックタックおもろいな。パパ誰だったかな、パパかママもなんかそうって言ってた。なんなんティックタックって。時計じゃないんやけん。こんばんは、初見チャッピーさん、ありがとうございます。 STU48 のアリちゃんことミニオシアリサです。よかったら右上のハートしてルームフォローお願いします。ありがとうございます。やほい、やほい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 。てててててて、なんだっけその歌、おじいさんの時計。チクタクチクタクチュチュンチュンチュ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 ン、チクタクチョンチョンチョンニョン、チョコチョン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 。うわ、つねちゃん久しぶりな気がする。やっほー、元気でしたか。つねたん、初見です。ナオトさん、ナオトナオトナオトさん、ありがとうございます。よかったらルームフォローお待ちしてます。そう、お箱、お箱なん。それなんか英語バージョンでやったことあるよ、アイサ。小学校ぐらいの時。やばくない？でで、おー、なれなれへん。みたいな。おじいさんの時。懐かしい、やったことあるアイサ。踊ったことある。なんかね。どんな服着てたっけ、なんか時計の軸みたいな服にな、服だったんですよ。めっちゃ覚えてる、こういう白い服、こういう白い服で8時担当だったんですよ、あいさ。8時担当で、ここになんか8みたいな、前と後ろに8っていう数字をねここにつけて、みんなでなんか時計になるみたいな感じだったんですけど、こんなチックタック
でなんか鉢のさこのバランスがなんか上がちっちゃい方で下がなんか下の丸がこう大きいみたいな鉢だったよね。それを ママが反対につけてなんか上がでかくて下がちっちゃいみたいななんかキモい鉢になってたそう、うん、そういう記憶。チクタクチクタク、バランス悪っみたいな、なんで気づかんかったんだね反対やろって。こばわだから日本語は知らんかもしれん。日本語の歌詞日本語の歌詞は知らんな。チクタクチクタク、おじいちゃんと一緒にみたいな、チクタクチクタク、今はもう動かない、おじいほいのとき、今日は早いんでございます。そういつもより早めでして、そう今日はね今からとあるところへ行きます。そうとあるところへね行くので今日早めにやってます。明日は朝配信はねなしでお願いします。朝配信はできなくて夕方というかまあ夜というかにやると思うのでよろしくお願いします。そういう感じで明日の朝配信ができないということを伝えておきます。メールでも送ろうかな。お別れの時が来たのを、あ、そういうこと？あ、時計と一緒におじいさんの終わりが来るみたいなそういうこと。なるほど。うんうんうん。それは泣けるね。うん。そして僕は僕じゃなくて。私服衣装めっちゃ好きです。やったー、ありがとうございますありがとうございます。スタジオ公演の私服衣装ね、うんうんうん、あれね、あれあんま使う時ないよね。ゴゴリバのアクト2というか、ベビベビビームガールとかやってたところで着てた私服みたいな衣装をね、衣装の中から自分でコーディネートして選んだやつやけど、バイ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 ベーマカオ、夢中なのさベーマカオ、浮気な微笑みに俺たち気もそつろう男たち懐かしいね。タララタタラタララ嫌いになってくれ、タタタラタラタラタタタタ。ゴゴリバ好きだった嬉しいね、うんうん、懐かしい領域。音符ありがとう。音符ありがとうございます。
拳どんなあったっけね、拳ちょっと忘れちゃった、ドゥン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 、ちょっと忘れたわ、テケテン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 、テケ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 、そこ布そこ、スタジオ公演それな、そうスタジオ公演はね、そう MC でなんかもう止まって MC をする時間を全部パフォーマンスにしようっていうことで、ここりはみたいになった写真撮影もやるのおもろい、感想の間にじゃんじゃんガチャじゃんじゃんガチャ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 、写真撮影おもろい、あのさ写真撮影 あそこでいつも撮ってる写真を後で見たことないんやけど、ちゃんと撮れてる？いつもちゃんと撮れてんの？あそこでもし写真が撮れなかったら、あブレてたりとかしてたら、あのあとあとあとの MC の時にやるっては一応なってるんですけど、いつもと違う顔で良さあるいつもと違う顔撮れてるんや、すごいね、でもあそこで出てくるマネネさんも、あのダンスの先生からは踊りながら出てきてくださいっていう設定なんですよ、踊りながら出てきてくださいって指示されてたんやけどね、そう初めてやるときで分かりましたって言ってたんにね、だんだんやってないよね、もう普通に歩きながら出てきてるから、本当にあれは本当に反省会で言わなきゃいけない、私がもう反省会でバチバチに言っておかなきゃ、普通に歩いてるよね最初はユミリンが走る時みたいにそう太ももめっちゃ上げてから走って出てきてくださいっていう指示だったよ、で後々もうレベル上げて踊りながらもうノリノリで出てきてくださいっていうダンスの先生からの指示が出てんのに全然サボってる、そうやってないじゃないですかってね誰か言ってたよね、そしたらね、あの何だったっけな、そのやろうと思ったんや、やろうと思ったんだけどなんかまだ喋ってるじゃんみんながっていう言い訳をぶっかましてきてるのでね、うん、だからもう何回を重ねるごとになんかもう写真撮影の説明とかもいらんくなるやん顔隠してくださいとかいう説明もいらんくなるからさ、みんな座ってイエーイってやってるかイエーイってあっちを見ようっていう感じでやってるかもしれん、だんだんやるごとにそうしなきゃだよ、そうしなきゃマジでやんないからね、あそこは反省会で言うべきだね、うんうんうんそうそこが見どころなのにやってないんだもん、スタジオの公演楽しみにしててね、そしたらあそこ TikTok で上げたら絶対バズるじゃんね、あそう言って言おう、そう言って話し合いし
とくね。そこをね、誰か見てるステージ、お客さん側にいるスタッフさんにこう撮ってもらっといてそう、そこをあげたらいいじゃんね。切り抜き、公演切り抜きこんばんは。でもこの前の僕恋公演でね、私ね、マネカメ、マネカメマネカメいいね、うん、それか DMM のやつを、うん、DMM でそこ抜いてもらって、そこだけもらってやるか。僕恋公演の時にね、この袖の方からこう隠し撮りされててね、そう、隠し撮り班にね、隠し撮りされてて、動画の素材がいっぱい来たんですよ。そうだけどさ、どうやってさ TikTok に載せれるかわからない、私は。一応なんか作ったんやけどこの袖真似目線みたいな動画、でもずっとこっち側からなんですよ。何、あっち反対側にこう画面が切り替わったりさ、何、普通に正面から撮ったりっていうのはないから、ずっとこっち側ずっとそう、ずっとこのここからの目線の動画ばっかり私が撮ってるところ、隠し撮り班です、これは。これをね、一応まとめてみたけどどうやって TikTok に載せる？マネ目線、マネ目線、表面張力。でもね、たまになんか横を向くとき、横を向く振りとかあるんよね。そこでね、目があったのにね、そこはね収めてなかった、カメラに、って言ってた。サイド見た需要ありますか、これ需要ある？真正面からじゃなくて舞台袖から見た公演みたいな、真似目線公演。こんばんは。ある？あるんや。言ったら TikTok にあげようかな。しかない細かいの。いや、表面張力と何だったっけな、一瞬だけ手遅れコーションと最後のアンコールの部分もあったね。アンコールの部分もあったけど、全部横からの映像こっち向いてるこれはレアだよね、ほのたん。うん、奇跡のサビのところとかは全然見えん端っこだから。ギフトありがとう。横向いてる時に目が合うって感じ、横からやけんいつも目合わんとこで目合う動画です。なんか言ってますね、ロリチャビ様が。
楽屋。確かに確かに確かに。バンジャラさんギフトありがとう。一生ワンワン言ってそれな。何があってんや。いいっす。ふふふふ。ここから始まる奇跡という名のストーリー。ラララララララ。何吹いてるんやろ。ご飯ご飯ご飯食べたやろにね。私もご飯を食べます。私もご飯を食べます。普通になんかでもお腹は空いてない。なんでだろう、なんでだろう。今日は何食べたか忘れた。朝もう朝昼兼用ぐらいで食べたんですよ。もう昼ぐらいに起きたから。記憶喪失だ。え、何食べたんだろうね。照り焼きは今作ったから今から食べます。夜ご飯。でも人ってすごいんだね。ちゃんとできてるんだね、人間っていうのは。ちゃんといっぱい働いて動いた人にだけお腹が空いて、別ににほほーんって何もせずに、何もしなかったわけじゃないけど、普通に家でそんなに運動量をこなしてない人にはあんまりお腹が空かないようにできてるんかな。すごない。ひとりごとさん、卵鳥ありがとう。のそう、でもそう、それがいけんのよね。お腹空いてないけど夜になったからご飯を食べようと思ってご飯食べるのがいけないんだよね。いけないんだろうね。このお腹空いてないのを生かして食べずに生きれるっていうのがあれなのにね。普通に夜になったからご飯だと思って食べるのがダメなんだろうね。そうなんだろうね。初訪問ありがとう。いえ、頭と気を使った、気を使ったのおもろい。おもろすぎ。私は気も何も使わなかったです、今日は。ふるふふふ。しっかり見てたな。最近もうハマったユーチューバーさんがいる。あ、そう。だるまありがとう。ユーチューバーさんおすすめありますか。社長の前でプレゼンしたんですか。あらら。それは確かに気使っていうか。ド緊張だね。ポニーテール、髪の毛が伸びたからね。ポニーテールしてちょうどいいぐらいの長さになって。東海オンエアさん見てない。
見てない、見たことない、おもろいんや、聞いたことある名前。私はバンバンザイさんにハマってる今。バンバンザイ、はい。バンバンザイドッキリ、やっぱ YouTube でドッキリが一番面白いなって思ってね、ドッキリばっかりやってるから面白い。こんばんは、ヒカキン久々に聞いた、もう見てないや。推しメンの師匠がYouTuber と付き合ってる、どういうこと？ってことパパさん見てる？ねえ、ルナちゃんかわいいし、私はミュウちゃん、ミュウちゃんタイプのなんかね、面白い系女子が好きだな。バンバンザイ、カメラ系とキャンピングカーの YouTube なるほどなるほどなるほど。人生相談してもいいですか？人生相談しましょう。こんばんは、こんばんは、カップルじゃない YouTuber、 うん、カップルじゃない YouTuber の方が好きかもしれん私は。個人差カップ、何バンバンザイもビジネスカップル設定なんですよね。だから普通のカップルチャンネルはなんか、なんか嫌だね。だってもうカップル以外の何者でもないじゃないですか。ビジネスカップルぐらいなんか面白い、面白さあるね。ガチガチ勢、ガチ勢じゃないですか。そう、難しい、難しいところだ。あんまり見てない、だから何カップル YouTuber あんまり見てないな。ワンユンか、ワンユンさんね、付き合ってるって想像し、いやマジで分からんよ、カメラが止まったらもう何、自分の世界かもしれん、分からんよ。こんばんは、仲町あやちゃん見たことない、 TikTok で流れてくるぐらい見たことない。こんばんは、こんばんは、こんなに仲悪いのに実は夫婦って、あ、いいじゃん。いいじゃないですか、夫婦、夫婦チャンネル。いいじゃん、あら、すごいね。お、え、もう7時だ、大変、もう7時だ。では本日の配信はこれにて終了したいと思います。いつもよりも早い時間でしたが、見てくれてありがとうございました。皆さんすみませんね、こんなに5時、あ、5時じゃないわ、全然6時からやっちゃいまして。ではランキング読みたいと思います。
13位ヒデさん、12位ショコージーさん、11位ヤスベンさん、10位ティガー、9位ユッちゃん、8位セイガくん、7位ヒロタンタン、6位バンジャラモンスターさん、5位シロクマ大好き、4位アミディ、3位ユッタさん、2位サトさん、1位はドルルルルルン、ソウちゃん、ありがとうございます。本日の21時9時に8枚目の花は誰のもの MV が公開されます。イエーイ、ついに MV 公開です。本日見てくださいませ、よろしくお願いします。そして発売まであと6日っていうのが公式のインスタのストーリーに載ってます。自分のストーリーにも載せました。1枚目シングル CD 発売まであと6日っていうのを見てください。では TikTok も見てください。本日も TikTok あげます。ではまた明日は夕方に配信します。朝配信はなしでお願いします。ではまた明日、ありがとうございました。明日も頑張ろう。バイバーイ。